さんこんにちは。私たち ACFF 日本部会はこの ACFF グローバルバーチャルサミット2021に参加できることを大変嬉しく思っています。キャビティフリーフューチャーの早期実現に向けて志を共にする世界中の仲間とこうしてつながれるのはなんと素晴らしいことでしょうか。さてここに出席のメンバーをご紹介しましょう。理事長の林美香子。こんにちは、理事長を拝命しております、林と申します。私は大阪大学大学院歯科研究科、専攻は歯科保存学です。どうぞよろしくお願いします。副理事長の花田信弘。皆さんこんにちは、副理事長のを拝命しています花田でございます。私は公衆衛生学をやってまいりました。現在は鶴見大学の名誉教授でございます。よろしくお願いします。理事の杉井新平。こんにちは、私は現在、公益社団法人日本学校歯科医会の副会長を務めております。よろしくお願いいたします。そして私は幹事を務めます桃井康子と申します。今回は司会を務めます。どうぞよろしくお願いします。 ACFF 日本支部は2018年に発足しました。以来3年間キャビティフリーフューチャーの早期実現を目指してさまざまな啓発活動に取り組んでいます。とりわけ重要と思われるのが ICDAS、 ICCMS の歯学教育への導入です。まずはこれについて林先生にお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。はい、では歯学教育の話をしたいと思います。歯学教育の中の貢献はいろいろありますけども、まず ICDAS が我が国で歯科医師国家試験に出題されるようになった、この動きは大きな動きです。日本の29歯科大学歯学部が一斉にICDAS の教育を行うようになりました。生涯における加齢歯マネジメントを実現させるために ACFF 日本支部では歯学教育に ICCMS すなわちインターナショナルキャリエスクラシフィケーション&マネジメントシステムを導入するために e-learning の開発に取り組んでいます。その ICCMS にも不織の分類は ICDAS が採用されています。このように ICDAS そして ICCMS を通して ACFF 日本支部では障害の不織マネジメントに取り組んでいきたいというふうに考えています。林先生ありがとうございました。さて花田先生、先生は、はい、ICDAS が歯科医師国家試験に出題されるようになった理由の一つに日本の歯科医療保険制度の中にエナメル質の初期不織管理加算が導入されたことがあるのではないかとお考えのようですが、この点を説明いただけますか。そうですね、日本の医療保険の基本は公的な制度なので、その仕組みを厚生労働省が管理しています。これまで厚生労働省は、不織は子どもの疾患だとか、あるいはもう治らない治癒しない疾患だという前提で日本の医療保険を構築してきました。ところが ACFF が強調し続けたように、不織は生涯にわたる病気の連続体であることを厚生労働省が認めて、エナメル質初期不織管理加算を医療保険に導入しました。そこが画期的だと思います。先生ありがとうございました。さて我が国では子どもの口腔の健康づくりに大きな役割を果たしているのが学校歯科医です。子どもたちの歯科保険向上にエナメル質初期不織管理加算がどのような影響を与えたか、この重要な点について日本学校歯科医会の杉先生にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、まず日本の社会制度で、世界中見渡しても類のない制度が2つあります。1つは
先ほど花田先生が話された国民皆保険制度で、全ての国民が一般的な医療を公的保険で受けられます。もう一つが学校歯科医制度で、全ての幼稚園、小学校、中学校、高等学校に学校歯科医がいます。そしてその学校歯科医のほとんどは開業医が兼務しています。学校歯科保険では1995年から CO カリスアンダーオザベーションが規則化され、初級職を管理することが提唱されてきましたが、2016年に初級職管理課さんが医療保険制度に導入されて、学校健診で使用がある場合にかかりつけ歯科医で非切削治療を公的保険で受けられるようになりました。これにより私たちが目指すキャビティフリーが一層現実化してきたと考えられます。杉先生ありがとうございました。さて今回は我が国において口腔の健康、特に右食の低減に向けてシステマティックな取り組みが進んでいることをご紹介しました。 ACFF 日本支部はこの取り組みを教育、診療、学校保険の分野で強くサポートしてまいります。現在は ICCMS e ラーニングの日本語版作成に全力で取り組んでいます。この教材の普及が今後の日本の歯科医療を大きく予防に向けてシフトさせ、キャビティフリーフューチャーの実現に大きく寄与することは間違いありません。また私たちは今後国内の活動を促進していくのはもちろんですが、アジアの地域の一員として中国、インド、マレーシア、フィリピン、タイの仲間と情報交換し、意見交換しながらこの地域全体の口腔健康向上に貢献していきたいと願っています。最後までご清聴いただきありがとうございました。A Girl's Cavity Free Future。Let's start a cavity-free future. Dental professionals are ready to help her. But most importantly, she must take care of her teeth herself. A happy smile comes from her healthy teeth. Now she gives her child a cavity-free future.Life began with healthy teeth, and healthy teeth give her a life filled with happiness. Hi everyone, my name is Mika Kohayashi. I'm a chairperson of the Japan chapter. I hope you enjoyed our video presentation. Now I'm going to explain the Japan chapter's activity a little bit in detail. So I'm going to put my presentation on the screen. So would you please wait one moment?So, here I'm going to explain the background of Japanese dental education and how best to improve it with ICCMS. This screen shows the Japan chapter's activities in 2020 to 21. We organized open conference and annual assembly via web. We got around 220 clinicians to join the conferences. Now we are developing the ICCMS e-learning in Japanese. This project will be finalized by March 2022. As we presented, we developed a video on caries management to celebrate the World Cavity Free Future Day. Now, I'm going to explain the Japanese situation.Starting from this diagram. This diagram shows the percentage of old population, 75 years and older. This
data released by the United Nations. As you see, Japan is a super-aging society ahead from the world. In 2060, around 25% of Japanese is over age 75. To make the life of the super-aging society happy and healthier, Japanese government set a target of 80-20, meaning at the age of 80, the average Japanese person will still have at least 20 of her or his natural teeth remains. As you see on your right-hand side, in 2016, more than half of Japanese elderly achieved 80-20. Then in 2018, Japanese Society for Oral Health set the target at 28 with a phrase of 28 lives through life. I'm going to show you the carrier situation now here. As you see on your left, the children's caries has declined in last 24 years. However, when we see the age group around 25 or older, most of the people got a caries experience. When we see the age group over 65, the caries is now increasing. So to improve this situation, Japan chapter decided to enhance the dental education. As we presented in the video, all the dental school, 29 dental school, now teach ICDAS, and then it is included in the national board exam. However, when we see the clinical situation, we'd better to disseminate the idea of the caries management much more effectively and efficiently. So we decided to develop the ICCMS e-learning in Japanese. The fundamental idea is identical to the original version, which was developed in 2010. So we use ICCMS 4D. And then we are going to develop it for the clinicians alone. And then also we use the ICDAS for the detection and assessment of the caries. This is enough for the gear here. We carefully and precisely choose the wording to convey the idea to the clinician, student, and educators. So this screen shows the e-learning Japanese version. The concept is identical to the original version. And then we start from the Nigel's welcome message, followed by the ICCMS fundamental policy. So also we introduce the ICCMS four elements here. So this screen shows the gears of 4D. As the original version, this gear can circulate to have the cycle of the ICCMS. Now, this screen shows element one, which is a caries risk assessment. We got a cariogram, Canberra, as well as a local risk assessment. When the clinician or student choose cariogram or Canberra, it's moved to the original page. So the people can learn more about the risk assessment, as well as here is a Canberra. We got a permission by Professor Featherstone in San Francisco. So they can learn in detail in Japanese. So this is a locally devised risk assessment site. When the people choose this, we move to the CRASP site. CRASP is abbreviation for caries risk assessment shared with patient.
This risk assessment tool is developed by the local clinicians group named the Japan Health Care Dental Association. They got more than 1,000 clinicians and hygienists, and then they try to develop the health conscious and caries management oriented clinical setting here. They develop the very beautiful ICDAS tool named photo panel. The leader of the group is Dr. Sugiyama. He developed this tool and then got an approval by the ICDAS member. The Japan Healthcare Dental Association use this tool to disseminate the ICDAS system. And then Dr. Sugiyama kindly offer to use their beautiful photographs for the ICCMS Japanese version. This screen shows the element two. In Japanese version, we use the ICDAS category from 0 to 6, 7 categories rather than modified version, because if when we see the Japanese setting, we'd better to use a full version. So we translate the definition precisely, and also we use the clinical photograph like this or this. This is a clearly show the discoloration, but we count it as code 0. Dr. Sugiyama also offered this brilliant photograph showing the code 1 is in a very early stage of enamel caries. Here, this screen shows the ACFF Japan chapter activity in 2022. We are going to finalize this project by March 2022, and then we are going to organize the hands-on learning course. And then we open to the members of the ACFF Japan chapter. And also we invite the educators in all 29 dental schools and approximately 150 dental hygienist schools. And then also we pass this information to the domestic academic societies, such as preventative, pediatric dentistry, conservative dentistry, hygienist groups, as well as education. The conservative dentistry and hygienist groups association has already decided to use this e-learning for education of caries management. So that's all for now. From the Japan chapter. The Japan chapter are more than happy to contribute to the ACFF Global with harmonizing other chapters. I hope to see you in the post-COVID era by virtual or hybrid, as well as face-to-face. Thank you very much for listening.